はい、あつ森続きやっていきましょう。12月に誰もいねえ誰もいねえ。大体住民映るもんじゃないのこれって。誰もいないんだけどタイトル画面に。こんなことあるんだ。さあ今日はね、例のすみちゃんが引っ越してきてるはずなんだけど。あ、社長おはようございます。皆さんたぬきちだなも知ってるだなも。2021年11月25日木曜日の午前9時42分なんだもん。いやー早起きしたね今日も。さて本日のニュースはすみちゃん引っ越しでしょう。うちのスタッフである豆吉とつぶ吉のお店が、ああそうね、絶賛商い。確かに確かにそうだったそうだった。お店できるんだったわ。小さいお店ながらも雑貨から家具まで暮らしに役立つ商品を日替わりで取り揃えてるだなもん。やっと店が立ったな。営業は朝の8時から夜10時までだけど、営業時間外でも不要品を買い取る便利な買い取りボックスがご利用いただけるだもん。あ、外に置いてあるやつね。というわけで皆さんどうぞたぬき商店をごひいきに。まあな、社長の懐にマージン入るもんな絶対。ちなみに今回みたいに施設に関係する重要な発展があった時は記念のセレモニーを行うことにしただなも。セレモニー、へえ。なるべく多くの人に参加してもらいたいから、時間と興味がある人は案内所まで参加の申し込みに来てちょうだいね。え、やりたいやりたいセレモニー。商店。おありゃ、よりによって放送中に。あはは、ちょっと失礼するだなも。いやもう切っていいっすよ別に。通話来たんだったら。もしもし、たぬき開発のたぬ。え、移住プラン。おいやマイク切れよもう。どうもどうも、はいはい、もちろんだなもう。移住プラン何。本日の党内放送はこれでおしまいだなもう。いやもう全然終わっていいですけどね、電話来たんだったら。いやそこで喋るんかい。あ、どうもお待たせしただなもう。今から詳しく説明を。え、あ、帰ってった。もうマイク片付けてけよ。つぶきちとまめきちが片付けんのかこれもしかして。さあ今日はね、すみちゃん何回も言うけど、すみちゃんが引っ越してきてるはずなんで挨拶行きたいけどな。あとあれだな、手紙も帰ってきてるかな。さすがに帰ってくるよな、ピータンとしおん姉さんから。もうだって1週間ぐらい経つぞ。お、手紙来てる。おはようございます。お、家が家がでかくなってる。しおん姉さんとピータン。おい、俺が不在の間に。てか俺の家よりでかくねピータン2段階俺より先に行ってんじゃん。マジかよ。おいおい、一気に差つけられたなあ。ピータンから手紙来てる。やったあれ、しおん姉さんからは。しおん姉さん全然手紙返してくんないじゃん。あ、でジョニーね。あ、これはね、前回ジョニー助けたんで最後に手紙来てるわ。ウリって誰だよ。ウリ。ビッグバンインパクトの皆様、毎週日曜日の午前に皆様の島へ株を売りに行きます。あ、よろしくね。ウリよりご挨拶。え、なんかめっちゃ可愛い手紙来た。株ね、株もいつか手出したいな。さあじゃあピーターの手紙読んでみるか。いつもやる気のランタンへこの前はサンキュー、お前がくれたやつトレーニングに役立ってるぞ。え、マリオの服、キャンプファイヤー、どっち両方いや、トレーニング用じゃないぞ、ピーター。おい。いいか、物は使いようだ。身の回りのすべてのものが筋トレに役立つんだぞ。ぶれねえな、こいつ。腹筋割れたピーターより割れたのかよ。とうとう割れたのか。体の中心鍛えるって言ってたもんな。いや、どんなトレーニングをしてるんだ、ピーター。実際筋トレしてるとこ見たことないんだよな、ピーターが。本当に筋トレしてんのか、こいつ。適当言ってんじゃないだろうな。ちょっと待って、ピータンプレゼント何くれたんだろう。プレゼント。さあピータン何くれたんだ。これでピータンのセンスわかるな。なんだ、ドキドキするな。開ける。クラボおもんねーいや全然面白くないじゃんピータン。何クーラーボックスって。反応に困るわ。いや数ある中で一番面白くないかもクーラーボックスって。え、クーラーボックス何を言ってんの無理やり使おうとしなくていいから。あ、着替えられるんだこれ。ああ、じゃあまあせっかくだから着替えるか。いいタイムもらったクーラーボックスで冷えの服着るか。よし、じゃあルイージになろう。そう、ピータンにマリオの服送ったから着てくれてんじゃないのピータン、もしかして。それも確認したいな後で。てかしお姉さんなんで手紙返してくんないのしお姉さん、本当に。ピータン来たぞ。しお姉さんマジでマジ既読スルーじゃんあの人。でもなんか既読スルーしたのを強く言えないよなしお姉さんには。これ家の中いるかなしお姉さん。入れるこれ。コンコン。あ、入れる。あ、中にいるってことかしお姉さん。しお姉さんの部屋楽しみだな。どんな部屋に住んでる。殺風景。あれ？あ、そうか、初期の住民ってこうなんだっけ、部屋。ちょっとしおん姉さんのインテリアセンス見たかったのにな。姉さんおはようございます。いらっしゃい。なんもないけどゆっくりしてってよ。いや、本当になんもないっすね。しっかり。てか、手紙返してくださいよ、姉さん。もう2通無視してるでしょ。お話しして。そうそう、あんたには言っとかないと。何？うちついにテント生活を。いや、知ってます、知ってます。もう来てるしね、今、こうして。いや、ちょっと、内装なんとかした方がいいっすよ。人のこと言えないけど。テントも悪くなかったけど、やっぱ家の方が物もたくさん置けるし、住んでるなって実感あるね、しっかり。あ、しっかりと実感があるんだ。これってさ、内装変えられたりしないのかな、俺が。なんかコーディネートしてあげたいけどな。なんだよ、しっかり。いや、お話しましょうよ、しお姉さん。どうだい？ここがうちのテリトリーだよ。なんか、なかなかイケてるだろ。大石副部長みたいなこと言ってる。あんたなら好きな時に遊びに来てくれていいからね。しっかり。お、信頼されてる。いや、じゃあ手紙返してくださいよ。もうそれだけだわ、しお姉さんに関しては。楽しみにしてるのに、しお姉さんからの手紙。寝袋で寝てるんだ。わあ。そして相変わらず使い方間違ってるな、寝袋の。中に入って寝ろよ。いや、まあ人んちだからね。人んちとか関係ないよ。上に乗るの。何？実はそこに置いてあるランタン、うちの密かなお気に入り。おっと、姉さん、それは暗湯ですかねえ。照れちゃうな。密かなお気に入りなんだ。実用的なアウトドア用品なんだけど、インテリアとして部屋に飾ってもなかなかイケてると思わないかい？しっかり。それは何？同棲したいってことですか？要するに、そういうこと？部屋に入れたいみたいな？いや別にいいですけどね、全然俺としては。これも。あ、寝袋は反応しないんだ。このテーブルも？あ、ランタンにだけ反応するわ、姉さん。姉さんったら。お邪魔しました。じゃあこれピータンの家の中も見れんのかな？ピータンいるかな？ピータンも同じような内装なのかこれ、もしかして。ここだよな。ピータンいる？あ、いるわ。みんな家の中いるじゃん。みんなインドアじゃん。今日は珍しく。ピータンおはよう。おーい、シンプル。でもなんか、姉さんの家よりは統一感あるな。ピータンおはよう。あれピータンちょっと待って。ピータンおいピータン来てくれて。ちょっとピータンピータンとちょっとやだ、この子。来てくれてるじゃん、ピータン。めっちゃ可愛い。やっぱ似合う。ちょっと待って、ピータン。ちょっと写真撮ろ。お揃いで写真撮ろ。ピータン。うわ。ちょっと待ってくれ、ピータン。こっち見て。これ動かないようにできないの、ピータン。ピータン、ちょっと、こっち。ちょっと待ってよ。やべえ、めっちゃ可愛い。ピータン着てくれてんじゃん。おい、やっぱ似合うぜ、ピータン、マリオの服。オッケーオッケーオッケー、いいよ。いいよ、ピータン、いいよ。ひゅーじゃあ、めっちゃ嬉しいし、めっちゃ可愛い。なにこれ。ピータンありがとう。なんかすげえ嬉しい、これ。本当に着てくれてるじゃん。いや、まあね、ずっとタンクトップで寒そうだったからな、ピータン。いや、長袖がいいよ。俺とお揃いだし、そんで。これ帽子も送ったら帽子もかぶってくれんのかね。おそろしてえな。ピータンとおそろい兄弟コーデしてえな、これ。ピータン、お前。やべえ、めっちゃ嬉しい、これ。すげえ楽しいんだけど。おはよう、ピータン。よく来たな。オイラとヘアトレしたいならバッチこいだだね。いやもう、何でもしようよ、もう。何でもしようぜ、ピータン。お揃いの服で。お話しよう。うん。聞いてくれ、ランタン。オイラ、とうとう自分の家が建ったんだ。いや、おめでとう、ピータン。お前ついに俺に追いついた。むしろ追い越したな。スペースも広くなったし、これで筋トレしてもテントが破れる心配しなくて済むぞ。破ってたのか、今まで。そんな激しい筋トレしたのか。まあ、腹筋割れたって言ってたしな。おめでとう。家も建ったし、腹筋も割れたし。いや、話しようよ。木製テーブルいいだろテーブルの自慢された。オイラのマスターアイテムなんだ。いや、お前、ベストポジションとかなんか横文字好きだな。机に向かうとなぜかベッドより速攻で眠れるんだよな。だね。うわ、アホだ、ピータン。相変わらずアホだな、お前。ランタンについて喋ってくれるのこれ、ピータン。ランタンに対する見解を喋ってくれるじゃん。ランタン置いてるだけで部屋の中でもアウトドア生活ができるんだ。いや、どういうことだよ。インドアはインドアだろ、部屋の中の時点で。雨とか気にしないで済むからいつでもサバイバル気分が味わえて結構いいぞだね。いや、どういうことだ。たまにピータンの言ってることは理解できない俺。サバイバル気分味わえるんだ、ランタン置いてるだけで。いや、ピータン。いや、すげえ、やべえな、ピータンのことめっちゃ可愛く見えてきたな。いや、前から結構可愛いと思ってた。あ、ピノ角度。後頭部ピノ。あ、何してんのランタンに火つけてめっちゃニコニコしてる。なんだこいつ。可愛い。やべえ、ピータンめっちゃ可愛いんだけど。あ、てか、ちょっとこれ、開けたら、これカーテン開けれないのこれ。暗いな、なんかピータンの部屋。開けれないのかなんだ。じゃあね、ピータン。いやー、やべえな、ピータン。まさか服着てくれるとは。やべえ。めちゃくちゃ嬉しいんだけど。一生お揃いコーデしときたいな、ピータンと。で、次はいよいよスミちゃんにご挨拶だよ。スミちゃんどこ行ったんだ？どこに家建てたんだろう。ここ商店だよね。商店で来てる。スミちゃんの家はマップで出てるかな。あれスミちゃん来てないまだ。あれ俺呼んだよねスミちゃん。あれまだ来てない。あ、こんな時間差で来るもん。あ、そう、翌日にはもう来てるもんだと思ってたけど。おー、まだ来てないのか、スミちゃん。俺呼んだよね、なんか不安になってきた。あれ俺スミちゃん呼んだよな。もしかしてこの、キモエモーション察されたかな。俺がキモエモーションをスミちゃんに抱いてることを察されたかな。不安になってきたな。スミちゃん来てくれるよねこれ。社長おはようございます。まだ電話してるじゃん。めっちゃ長電話すんじゃん。はいはい、お任せください。家具付き立派な一軒家の移住プラン。あ、スミちゃんですか社長、もしかしてその話し相手。はい。ああ、いえ、お引っ越しの日程は後日。いや、やっぱスミちゃんじゃないこれ。引っ越しの話してるよね。あ、こういうイベント減るの最初は。減るんだっけ。いや、何の問題もないのですが、少々契約の準備が必要でして。いや、ちょっと社長、俺に代わってください。はい、ではまたこちらから連絡させてもらいます、ダナモ。そういえばなんか、たぬきちさんに連絡すればいいとか言ってたもんな、すみちゃん。おっと、ランタンさんお待たせした、ダナモ。あ、こういうイベントがあるんだ。へえ。今の電話の内容聞こえてたと思う。いや、実はビッグバンインパクトへの移住者募集の広告をずっと出してたんだけどね。ほうほう。なんとここに来て急に移住希望者がいっぺんに3人も。あ、いや、そのうちの1人俺ですよ絶対。社長、俺が勧誘した子ですよ、スミちゃんっていう。よかったね、おめでとう。いや、社長マージンください。スミちゃんの分の取り分あるでしょ俺の。そうなんだもん、ありがとうだなもう。絶対スミちゃんじゃないのこれ。ただね、ちょっと困ったことがあって。お、何？いや、スミちゃんのためなら今回申し込みがあったお客さんたちみんなテント生活はちょっとって嫌がる。いやー、そりゃスミちゃんにはちゃんとした家に住んでほしいな。ついその場の勢いで家具付き一軒家の移住プランもありますなんて言っちゃったんだなもう。あ、そうなの。じゃあ用意してあげてくださいよ社長。建築自体はどうにかなるとしても土地の確保や家具の準備まで一気に3軒分1人で進めるのはさすがに。あ、手伝いってことまたそれを。いや、別にいいっすよ。スミちゃんのためなら俺。ため息。息かけないでください、社長。ニンニク臭いっすから。ランタンさん。上目遣いで。おっさんの上目遣いやめろ。この場に居合わせたのも何かの縁ってことで、3軒分のお家を建てる準備を手伝ってもらえないかな。いや、やりますよ、社長。今までも散々手伝ってきたし。もちろん、お手伝いしてもらうからには、お礼はきっちりさせてもらうだなもん。いや、やります、やりますもん。スミちゃんのためなら。任せといていいよ、しょうがないな。いや、いいっすよ。てか、あれ、スミちゃん以外に2人も越してくんだね。ありがとだなもん。このご恩は一生忘れないんだもん。いや、まだわからんな。でも、スミちゃんが来るって決まったわけじゃないからな。これでそれじゃあ実際にお願いしたいことを改めて説明させてもらうから、また時間ある時に僕に何をすればいいか聞いてちょうだい。はーい。あ、それもだけどセレモニーやりたいんですけど、社長。セレモニー相談だな。あ、これセレモニー参加したい。商店のセレモニー参加させてください。おお、ランタンさん、セレモニーへの参加をご希望なんだもん。うん、ご希望なんだもん。今ならたぬき商店の開店をお祝いするセレモニーを行えるけど、どうだなも参加してくれるかな。いいとも。参加します。はいはい。じゃあ早速始めるから会場にご案内します。はーい。セレモニーってどんなんだっけ。なんかマジであつ森のこの序盤の流れ完全忘れちゃってるな。おー、集まってる。お、それではニコニコマリオがおるでおい。ただいまよりたぬき商店の完成セレモニーを執り行います。マリオブラザーズいるなぁ。わー、つぶきちまめきち裸エプロンになってんな。ありがとだなも。本当に何もない無人島だったビッグバンインパクトだけど、上着着せてあげてよ、つぶきちまめきちに。めっちゃ寒そうだろ。皆さんのおかげでだんだん盛り上がりつつあるだなも。うん、ではここで完成したたぬき商店を代表して豆吉とつぶ吉の2人に挨拶をしてもらうだなも。お願い。前まで着てたあったかそうな上着はどこに行ったんだ。それじゃあ豆吉つぶ吉一言ずつお願いするだなも。あ、挨拶を。ビッグバンインパクトの皆様。はい。まあそんないないけどね、まだ。皆様のご協力のおかげでこんなに立派なお店を構えることができました。いやそうね、素材出してくれたからね。ピーターもしお姉さんも。兄の豆吉と2人で力を合わせて切り盛りしていきますので、たぬき商店をよろしくお願いします。あ、兄弟なんだね、この2人。お兄さんなのか、豆吉が。あ、よろしくね。はいはい、どうもありがとね。はいはいじゃねえよ。はいは一回。次にたぬき商店の建設に多大な貢献をしてくれたランタンさんに同名を出た一言。それではランタンさん、一言お願いするだなも。ウーボーさん、聞こえますか。俺たちからあなたへのレクイエムです。つってね。やったね、めでたいね、あっぱれ。全然そんな一言じゃなかったけど。いや、まあ、あっぱれか。あっぱれ。なんだそのポーズ。ちょっとウボウギンっぽいポーズ。うんうん、本当にその通りだなもん。適当だな。ランタンさんどうもありがとうだもん。ね、社長忙しいのか。めっちゃ返事適当じゃない。では皆さん、最後にあれの準備をお願いするだろうも。あれ何、記念写真を撮りたい人はシャッターチャンもしかして島民全員でビッグバンインパクトやるのかな。あ、クラッカーだわ。違ったわ。だとしたらめっちゃ面白いじゃんと思って。たぬき商店完成のお祝いと僕らのビッグバンインパクトのますますの発展を願いまして、よーおお、はい、撮った。いやー、お姉さんがめちゃくちゃ浮かれてる。フローラルを飛ばしてる。ありがとうございました。ピータもニッコニコだな。これにて今回のセレモニーは閉会となります。皆さん気をつけてお帰りください。いやー、いいね。これ施設立つたびにであるんだね、このイベント。他なんかあったっけ。あ、博物館かな。博物館の時もやんのかな。よーし、じゃあ商店行ってみよっか。せっかくセレモニーやったしな。商店のラインナップを見よう。これってもう服売ってるっけ。商店になった時どうだったの。あ、でもなんか服屋みたいなのあったな。服は服屋が、あ、来てるじゃん、服屋の絹代さんだっけ。豆ちゃんたちが無人島に引っ越すって聞いた時は心配したけど、想像したよりええとこで安心したわ。来てる来てる、絹代ザ・ヘッジホックだろこれ。そうなんです。本格的に暮らし始めてそこそこの日数が経ちましたが、似てるよな、ソニック・ザ・ヘッジホックに。今も毎日のように新しい発見があって、仕事で移住してきた僕たちもこの暮らしを満喫してます。ああ、満喫してるんだ。それは何よりやね。てか、全員裸エプロンなのこの3人。それはそうと、今日はうちも何か役に立てることがないかと思って様子を見に来たんよ。あ、これ服屋フラグか。お店の開店祝いも兼ねて、うちら姉妹にできることがあったらぜひ協力させてもらいたいんやけど。いや、服屋立ってくださいよ。何かあるかしら。てか俺ガン無視されてるじゃん、ずっとお客さん来てるで。そんな絹代さんが訪ねてくださっただけでも感謝の気持ちでいっぱいです。あ、でもおどうしたん。いや、服屋服屋。てか俺見えてる俺生きてるよね。まだこの島はまだ物流が十分じゃなくて、生活に必要なものはまだまだ通販に頼りがちなんです。こうしてお店を構えたことで、既製品の家具については手に入りやすくなると思うんですが、衣類に関しては商品を仕入れるためのルートがまだ…いや、そうなのよ。もう冬服探すのも一苦労だったからね。もう見てくださいよ、俺なんてもうルイージの服着てますから。ああ、なるほど。それやったらうちらに任せてちょうだい。あ、やってくれるって。今日この島を訪ねてみて、思ってたより近いことも分かったし、これからはちょくちょくこの島にうちらの商品を売りに…ああ、ちょくちょくか。まだ店を構えるわけではないのか。え、いいんですか。そうしてくださると住民の皆さんにも喜んでもらえる。いやー、喜びますよ。おしゃれしたいしたい。もちろんうちらも商売させてもらえるんなら願ったり叶ったりやもの。そうと決まったら早速家に戻ってお姉ちゃんと相談して。あ、お姉ちゃんね、いたね。あさみさんだっけ、いたよな。はーい、これからよろしくおね。ちょっとマジで俺に気づかないまま話が終わった。あ、見えてた、よかったマジ死んだのかと思った。セレモニーの帰り道に心臓発作で死んだのかと思った。ランタンさんお待たせ。いや、気づいてたんかい待たせてたの気づいてたんだ。こうしてお店をオープンすることはできました。いや、声かけて、気づいてたんなら。昔社長がやっていた店の名前を譲り受けてたぬき商店に。あ、そうなんだ。へえ。ご覧の通り DIY では作れない市販の家具の販売と、あと奥の戸棚では道具などの雑貨に加えて壁紙や床板も扱って。おお、なるほどね。結構増えたね、買えるものが。今後ともぜひごひいきに。はーい。あっちょっとおい、これ絶対ピータン欲しいやつじゃんサンドバッグ。いや、これピータン絶対ピータン欲しがる。3000円。いやいや、買う。これピータンにあげる。ピータンにあげるわ、これ毎度ありがとうございます。いや、これはピータン喜ぶぞ。いや、だってわけわかんない。キャンプファイヤーで筋トレしてるやつだからな。絶対ちゃんとした筋トレグッズ欲しいだろう。水切り、これもいいね。これも欲しいなあ。安い。503、食器付きで530ベル。安いな。いいの。え、これもいいな。これ何、壁掛けの。あ、コルクボードおしゃれね。いや、これ家具ね、家具全部買っちゃう派なんだよな俺。なんか後々使うかもと思って。じゃあこれも買おう。はかりも買おう。キッチンスケール1100。高っ。水切りラックより高いんだ。よしよしよし、一通り買って、あとここの壁紙とか見せてよ、何があんの。かわいいなー。全部欲しいが、こんなもん。これ欲しい、これ。フロアタイル。これめっちゃ可愛い。安いし。あと、どれかな。いや、これとかもいいな。パネルモールド壁。これも可愛いし。いや、これもな、ながらこれ絶対可愛いじゃん。こんなん 100% 可愛いじゃん。やべえ、これ金足りねえな。モダン茶室、これも欲しいな。これも買っとこう。よしよし。いや、やばい、マジで金が足りない。いや、これも可愛い、絶対可愛い。ブラウンハニカムタイル床。うわ、持ち物いっぱいか、マジか。いや、なんでもない。いや、これ金足りんな、マジ。家具とか買いまくってたら。うわー、借金も返さないとだし。これ、やっぱ株に手出す必要あるな、いつか。金が足りねえわ。社長。手伝いしますよ。何すればいい。お、例のお家の件、早速話を聞いてくれるんだもんね。いや、すみちゃん早く来てほしいからね。最初の準備なんだけど、まずは島を流れる川のどこかに橋を架けたいんだろうもん。あ、橋ね。3軒もお家建てるとなると、さすがにこの周辺だけじゃ十分な土地があるか心配だし、はいはい、それに工事にしても普段の行き来にしても橋があればとっても楽に。いやー、ナイスアイデアですね、さすが社長。でもこんなとこにゴルフバッグあった？社長新しく置いたこれ。 DIY を基礎で作って、なるほどね、何でも DIY で作るな、俺すげえな。絶対無理だけどな、現実の俺。橋の基礎作るとか。よし、これでできた橋の工事キット。これを好きなとこに使ったらいいのか。どこにしよっか。あれピータン、あれちょっと待って、マリオの服どうしたのピータン。お前も座りたいって。いや言ってない言ってない。へへ、ここはオイラのお気に入りだから今はダメだぞだ。いやいやピータンピータン、服どうしたの。服着てたよね、さっきずっとマリオの格好してたよね。俺とお揃いだったよねピータン。あれどうしたのねえピータン。ここ、いやベスポジ、ベスポジいろいろあるなお前、この島の中に。あれこれ気まぐれで着替えちゃうのピータン。ちょっとブラザーズでいようって言ったじゃん。一生ブラザーズでいようねって言ったじゃん。ピータンまたいつか着てくれるかな。タンクトップに戻っちゃったよピータンがいや寒そうだからあの服あげたのに、なんだあいつ。外でこそ着ろよあの服、寒いからっつって長袖の服あげたんだから。またいつか着てくれっかな。いや橋ね、まあでもこの辺だよね橋は。多分ね海岸線、砂浜沿いがいいと思うんだよな俺。砂浜に近い位置にあった方が便利だと思うんだよね。砂浜沿いを走ること多いからさ、動物の森2ゲーム。ああいいじゃんいいじゃん、ここで砂浜の一番近くのね端っこのところ。よっしゃできた、橋を架ける場所を決めた。新しい土地への架け橋だ。そうねまさに架け橋だ。じゃあこれでまた社長に報告行ったらいいのか。やったー、やりました。手続きに必要な展示品揃えました。あ、揃った。15点だっけ。これだけあれば博物館の建設を申請すること。おお、いやいろいろ立つねどんどん。ああこうなったら大急ぎで博物館を開くんじゃないおしっこ行きたいの行ってこい。ランタンさんどうもありがとうございました。いえいえ。いや博物館できるか、いいね。商店といい博物館といい、テンポよく出来上がっていくな。それじゃあこのハウジングキットを3つ持ってってほしいだな。ハウジングキット、ランタンさんには今渡したハウジングキットを使って3軒分の土地を決めてもらうのと、あ、俺が決めていいんだ土地。それぞれのお家に備え付ける家具の準備もお願いするだな。もあーなんか家具の準備あった気がする、めっちゃめんどくさかった気がするこれ。ハウジングキットの中に一緒に入れてあるから設置した後に現地で確認してちょうだいね。 DIY で作る、なるほどね。 DIY で作った家具を準備しないといけないってことか。でも近くがいいな。家一箇所にまとめたいな。あーここかな、商店の横。ここの土地とかどうよ、結構いい感じじゃない。ピータンの家の裏にじゃあ3号地いけるこれ。あ、いけるんだ。想像してみる、想像してみよう家が建つ様を。あ、なんだこういう想像か。いやまあいいんじゃないここで。とりあえず OK。 後から確か家の場所変えられたよね。まあまあだからとりあえずここで3号地の建設予定地決めた。お、スマホ鳴ってる。あと1号地と2号地もやんないといけないな。もしもしランタンさん。あ、社長たぬきちだなも土地探し調子はいかがだなも。いやとりあえず1軒目見つけましたよ、砂浜のところに1軒見つけたよ。よかった、順調そうで安心しただなも。いやまあめちゃくちゃ簡単な仕事だけどなこれ。お家に必要な家具は予定地の前に置いてあるボックスを確認してちょうだいね。室内用の家具はボックスに入れて、屋外用の家具は直接お家の周りにいい感じに飾って。あーなんかこんなんだったわ。これめんどくさかった覚えあるな。家具も揃え終わったら案内所へ報告しに戻ってきて。はーい、わかりました。それじゃあ引き続きよろしく。いやこれちゃんとスミちゃん引っ越してくる今更ながらなんか不安になってきたな。これちゃんとスミちゃん来るよね。この3軒のうちのどれかに引っ越してくんのかな、ちゃんとスミちゃん。マジスミちゃん来なかったらどうしようってなるわ。木製シングルベッド。はい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 。これが必要なわけね。これが屋内用家具で、これが屋外用。屋外用は屋外用も3つか。ってことは家1軒につき家具6個で、それが3軒あるから全部で 18？ いやこれやっぱ結構大変だな。いやまあでもすみちゃんのためだ、頑張るぞ。さてあと2軒はどうしよっかな。この辺でもいいんだけど、でもオレンジにかぶる形になったら嫌だからな。オレンジの前に立ってオレンジが見えないみたいになるとあれだから、じゃあ商店の左、こっち側かな。こっち側に2軒並べて建てるか。はいオッケー。よーし、じゃあ家具作るぞ。これめちゃくちゃ時間かかりそう。なんだピータンどうしたもうなんだお前フローラルを俺にぶち当てに来るな、俺の顔面に。いやなんだよお前どうしたんだよなんかお前今日ニコニコだな、機嫌いいな。ようおいらがいいこと教えてやるぞ。お前リアクションって知ってるか。いやなんだその質問俺を感情のないアンドロイドみたいに言うの。へへ、こんな風に嬉しい時に思わず体が動くことだぞ。あ、それをリアクションって言うんだな。気持ちがもっと伝わる感じするだろう。あ、それ教えてくれんのピーター、もしかしてリアクションしたい時は ZR だ。そっから好きなの選ぶといいぞ。 ZR ってなんだよピーター。島のみんなにもランタンに教えてみる。余計なこと言うなガンガン使っていけよだね。いや島民全員で俺のケアみたいなやめてそれあやった。いやいや結構こういうリアクションができるようになったって仕草できまお前今までマジ人の心失ってたのかそんなやつだったんだ。ありがとうピータン、俺に人の心を取り戻させてくれて。ああなるほどね、こういう感じでね。ハッピー。ああなるほど、俺もフローラルを顔から出すことができるようになった。ありがとうピータン。はい、じゃあというわけで頑張って家具全部揃えました。もうねご制約されたみたいで土地の。さあこの3番の土地、ここね。すみちゃん来たよやったぜ。いやよかったすみちゃん来てくれて。マジ来ねえかと思った。いやでもこのね砂浜沿いに立てちゃったんだよなすみちゃんち。大丈夫かな。めちゃくちゃ潮風浴びる。ピータンと違って繊細だと思うからなすみちゃんは。まあまあすみちゃんがあそこの家で、ここはレムっていうこの人知らないんだけど、まあレムっていう人が1番だったかな、この多分1番の土地にやってきますと。でうわ虫飛んだ、びっくりした。でこの2番のとこにナッキー様がやってくると。いやスミちゃんはわかるけどナッキーとレムは知らないからな。どんなやつが来るかお楽しみだなこれは。はい、まあという感じでいよいよ住民増えるな。楽しみだな、一気に3人も増えると。お姉さん新入り来ますよ島に。ようさっきぶりだね、しっかりおしゃべりしましょう。豆吉くんと粒吉くん自分の店が持ててよかったよね。いや本当にね、姉さんも買い物してくださいね。島の人が手伝ってくれたおかげだって。あの子たちってば随分感謝してたよ。あんたのことかな、しっかり。いやーしおん姉さんもじゃないですか。しおん姉さんも確か俺にスコップかなんか渡してくれたからな頑張れっつって。うちとまだ喋りたいってか、しっかり。ビッグバンインパクトは自然が豊かだからどこを歩いても絵になるね。特にここらはうちのベスポジなんだ。気に食わないことがあってもここに来るとそんなことどうでもよくなっちゃうのさ、しっかり。いやー手紙の話固くないしねえなもう絶対読んでないな4姉さんこれ。さては届いたことに気づいてないんじゃないか姉さん、そういうとこありそうだぞ。11月25日ピータンが送った服を着てくれていました。ビッグバンインパクトにマリオブラザーズが生まれたぞ。 Here we go いやまあ今日のビッグニュースといえばやっぱこれでしょ。もうピータンが俺の送った服を着てくれてたと思うね。えあんなことなんだねやっぱり。いやそんなんなんかいろいろ送りつけたくなるなピータンに。いろんな服着せたくなるな。はい、じゃあまあ今日の日記はこんな感じで。手紙も送るかピータンに。ピータン兄さん送った服着てくれたんだね。これで俺とピータンは正真正銘のブラザーズだ。嬉しいぜ。いやっほー、シャーピーピー、Here we go。 兄さん、一緒に冒険に出よう。声が小さいぜ、弟のランタンより。まあこんな感じで、やっぱね、ビッグバンインパクトのブラザーズとしてね、俺とピータンは仲良くして、ライバルでありブラザーであるという。マリオの帽子、どうしようかな。サンドバッグにしとくか。うん、これピータンのために買ったし。サンドバッグ送ってやろう。いや、ピータンキャンプファイヤーとかも飾ってほしいんだけどな、部屋に。飾ってくれっかな、サンドバッグとか。はい、送った。シオン姉さんにも送るか、ついでに。シオン姉さんマジ返事欲しいな。返事くんないかな。今までの手紙があんま良くなかった。やっぱシオン姉さんが思わず返事を書きたくなるような、そういう手紙ないようにしないとダメなんだろうな。今まではなんか謝罪文ばっかだったからな。ちょっと今回毛色を変えてみるか。シオンポン、なんで返事くれないの、なんで返事くれないの。呼んでないな。さては、ならこの手紙で思いっきりふざけてやるぜ。うおー、シオン姉さんのおみ足を、それ優しさ、ああ優しさ、どうだ俺の勝ち。ほらいただきます、ランタンより。プレゼントは石です。はい、という感じでねもう返事を書かざるを得ないというか、なんか逆に返さないとやばいことになりそうだなみたいな、なんかそういうのをちょっと狙ってみました今回はこれでも返事くれなかったらいよいよもうどんどん俺はもうこれ以上に壊れていくしかないけど、壊れた手紙を送り続けるしかないけど、シオン姉さんに。いやマジで返事してくれ、シオン姉さん頼む。うん、この手紙にどんな返事をくれるのかも気になるシオン姉さんが送った。よし、じゃあというわけで、いや次回はいろいろ楽しみなこと盛りだくさんだな。今のお手紙の返事もそうだし、何よりね、スミちゃんがいよいよお引っ越しをしてくるという、これは一大イベントですよ。あ、これダメなんだ。はい、じゃあというわけでまた次回お疲れ様でした。